ミントの音楽演奏会にご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまからロビーコンサートとしてサックス四重奏を演奏いたします。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。まず1曲目にお送りいたします曲は、今年で没後100年を迎えたフランスの作曲家ドビュッシーの作品の中でも特に有名な「亜麻色の髪の乙女」です。ピアノのために書かれたこの曲を本日はサックスの繊細かつ豊かな響きでお送りいたします。それでは「亜麻色の髪の乙女」お聴きください。
ク大里正人歴史賞でお送りいたしました。この後開演は14時からになります。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。以上でロビンコンサートを終了させていただきます。